い、カムサクルチチシャス。ケピー、キキロン、キー、はいはいはい。あれ、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 ゆかり飲んでなくない、ウォーウォー。今日はこちら、自分でできる子に育つ褒め方、叱り方、こちらにできたいと思います。大人の勝手な思い込みが子供の可能性と経験を狭める。あら情熱の朝シャワー、朝食作りやーす、オートミール、月光が豆乳を投入と回り回ってさ、今重なり合った未来サバイバー、はい、明治のチョコレート、叶うなら君のバナナで眠らせて、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。はい、商店オートミールですね。中華スープです。今朝ですね、自分でできる子に育つ褒め方叱り方という本を読んだんですけども、もしかして子供を叱る時に罰を与えちゃってるよーって人います？子供を叱る時に罰を与えてはいけません。日本人に多いとされる自己肯定感の低い子供は謙遜文化による褒め不足が原因ではなく、非効率な褒め方や叱り方が原因です。大人の勝手な思い込みが子供の可能性と経験を狭めます。子供が必要としているのは大人がずっしりと受け入れてくれる安心感です。子供を頭ごなしに批判したりせず、話し合いをもとに解決策を見つけ出してください。エアポッツを手に入れてからウォーキングが楽しくなったんです。綿毛が飛んでいっちゃったってマジ？昨日は最高の一日になりました。ありがとうございます。今日も最高の一日にします。ああ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 あ、この世のすべての食材に感謝を込めていただきます。青森県の方からいただいた津軽煮干しラーメン激煮干です。一体どんなお味がするんでしょうか。いただきます。あら、濃厚煮干しスープが麺と絡み合ってやみつきになるんです。思わずご飯と一緒に食べたくなっちゃいますね。白米と絡めつつ、火薬のチャーシューを巻いたりしちゃって、最後はスープをかけて、ということで青森県さん、今後ともよろしくお願いします。ごちそうさまでした。今日はこちら、チーズチョコレートバーガー、東京都のファンの方からいただきました。ありがとうございます。すごい可愛いですね。じゃあいただきます。あらー、チェダーチーズショコラがたまらないんです。上下がバター香るクッキーで挟まれてて、とっても美味しいです。はい、コロちゃん、今日も散歩行きますよ。新しいおもちゃ買ってきたんだからゆっくりお願いね、コロちゃん、コロちゃん。新しいおもちゃで遊びたくないってこと？はい、コロちゃん、今日もお疲れ様ね。コロちゃんおいで、無視しないで、コロちゃん。ほら、コロちゃんおいで、来るんだ。出た、コロちゃんの尻歩き。出た、コロちゃんの頭ドリル。コロちゃん、今日はチュール開けちゃいますか。チュールチュールちゃうチュール。チュールチュールちゃうチュール。出た、コロちゃんの上目遣い。ほら、コロちゃん、今日買ってきた新しいおもちゃだよ。ほら、取ってこい。トリックと見せかけてちょっと興味ないんだ。
はい、ということで今日の感想なんですけども、 TikTok フォロワー数22万人達成しました。ありがとうございます。あー、今月中に25万人を目指していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今日ザ・スイッチという映画を見てきたんですけど、結構面白かったですね。ストーリーはホラー映画版君の名はって感じで、女子高生と殺人鬼が入れ替わっちゃうんですけど、コメディ要素もたくさんあって面白かったですね。で、この日なんですけど、私実は財布落としちゃって、